クラウディオ・マルセロ・モレル・ロドリゲスは、パラグアイアス・ニシオン出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはディフェンダー。父親のエウヘニオ・モレルもサッカー選手であった。CA3、ロレンソ・デアル・マグロ・パラグアイ出身であるが、アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンの CA3、ロレンソ・デアル・マグロからデビューし、センターバックとして起用された。 クラウスーラ2001でリーグ優勝を果たし、同年のコパメルコスールでは、決勝で、ブラジルの CR、フラメンゴを破って優勝した。2002年10月5日、ニューウェルズオールドボーイズ戦で、初得点を挙げた。2002年のコパスダメリカアナでは、決勝で、コロンビアのアトレティコナショナルを4から0で破って、優勝した。2003年5月2日、 プロ初得点と同じ対戦で2得点目を決めた。ボカジュニアーズ2004年にボカジュニアーズに移籍し、8月15日の CA ラヌース戦でデビューした。ボカではサイドバックにコンバートされて大きく成長し、2004年のコパスダメリカーナでは決勝でボリビアのクラブボリバルを2試合合合計2から1で破って優勝した。2005年には レコパスダメリカーナとコパスダメリカーナで優勝し、リーグ戦でも、アペルトゥーラ2005とクラウスウラ2006で優勝した。2006年のレコパスダメリカーナでは、ブラジルのサンパウロ FC を2試合合計4-3で、破って優勝した。2007年2月10日、CA バンフィエルド戦で移籍後初得点を挙げた。12月には日本で開催された。 フィファクラブワールドカップ2007に出場し、決勝では、ヨーロッパ代表の AC ミランに2の4で敗れて、準優勝であった。この年の南米年間最優秀選手賞投票では、サルバドール・カバニャスに次ぐ2位となり、年間ベストイレブンに選出された。2008年のレコパス・ダメリカーナ決勝では、アルセナル FC との同国対決を制し、優勝に貢献した。 2008年12月、記者選出のパラグアイ最優秀選手賞を受賞した。2010FIFA ワールドカップのグループリーグスロバキア戦に、先立つ2010年6月20日、ボカジュニアーズは、彼との契約を延長しないと発表した。デポルティーボラコルーニャ2010年夏、スペインリーガエスパニョーラのデポルティーボラコルーニャに移籍した。2010から11シーズンは、 キャプテンのマヌエル・パブロの控えとして15試合に出場したが、18位でセグンダ・ディビシオン降格となった。CA インデペンディエンテ2012年7月20日、CA インデペンディエンテに移籍し、アルゼンチンで再びプレーすることとなった。ソルデアメリカ2014年8月13日、リーガ・パラグアージャのクラブソルデアメリカに加入。 初の母国クラブへの所属となった。ドセデ・オクトゥブレ2015年3月、ドセデ・オクトゥブレ移籍。アブム・サルミエント2016年1月26日、コップム・サルミエントへ移籍。CA ・マデレンセ2017年4月、トルネオ・フェデラル B の CA ・マデレンセに加入した。1999年に、パラグアイ代表デビューした。2002フィファワールドカップ。 南米予選と 2010FIFA フフワールドカップ、南米予選に出場し、さらに 2010FIFA フフワールドカップ本大会に出場した。ありがとうございます。